はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ダービースタリオン続きやっていきましょう。5月の1週からと、30年目です。30年目、5月1週から。で、9月くらいまで進めるって話したんですが、まあ、ここちょっと G1 あるので、ここからね、やっていこうかなと思います。ビクトリアマイルいきます。で、高松宮記念は取りました。これはもう強かったですね。余裕でした。はい、ということで、いきましょう。あ、調教ね。まあ、ここは芝強めくらいでいいんじゃないですか。はい、こんな感じで。あ、で、キングアリーナ引退しました。スラッシュも、はい、今年はこんな感じでつけてます。あ、タフスタミナがまだね、はい、なってます。で、今は3頭で、次のね、まあちょっと2歳はどうすかね。期待できるのはね、一応コメント確認したんですよ。まあスピッコメ、バネコメとかはないです。なんとも言えないです。まあローザが繁殖上がってからじゃないですかね。はい、期待できるのは、まあローザの子に期待したい。お、キャンディーね。さあ、ローザスピード、ビクトリアマイルいきます。はい、行こう。ただ4歳になって衰えがどうすかね。これ入球いつでしたっけ。5月か。高松宮記念もね、ちょっと印落ちてたんですよね。芝、まあちょっとこんな感じでいこうかな。ちょっと強めに、そして軽く流す感じで OK。 まあいい勝負できるんじゃないですか。厳しそうだったら引退もありやね。はい、行きましょう。あー、全然いけるね。いけるいける、まだいけますね。まあ安田記念走りたいよね。安田記念走って宝塚でもいいか。ちょっと今年いっぱい走りたいですけどね。今年もマイル女王決定戦の季節がやってきました。かつて名品たちが駆け抜けた東京競馬場で、今年の勝利の女神は誰に微笑むのでしょうか。スタート大事。よし、スタートいいね。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。まあ飛ばしちゃいます。あとは1。ウィンプリメーラ突っ込んでくる。ちょっとフラッとしました。大丈夫。ローザスピード外から差を詰める。先頭はウィンプリ。伸びてこいよ。グッとこい。ローザスピード。うわ、外来てると。あと200。ここで先頭が入れ替わる。ローザスピード。ただ粘れるか。ローザスピード粘れ。粘ってくれ。よしよしよし。オッケー。さあ。勝ったのはローザスピード。鞍上は川田優雅騎手。G1 3勝目。いいね。やっぱ1600得意か。はい、取りました。これ嬉しいですね。まあ桜花賞もね、勝ってますし。で、タフスタミナのコースね。よし、でかいぞ。よく勝った。うん、やっぱ強いですね、ローザは。で、この後、まあどうするかなんですよね。安田記念か。ただ安田記念ちょっと間に合わないですね。まあやっぱ宝塚が欲しいか。はい、一応宝塚行きましょう。で、ここは何もしないです。調教は軽く鳴らしとく。いや、ここはいいですね。坂目ビシビシは全然レース出てないじゃん。これちょっと使おうよ。短いところやね。はい、ちょっと行きましょう。これ使いましょう。
そしてこっちはねタフスタミナ、タフスタミナがまあちょっと変えてもいいね。今のところ何とも言えないですよね。安定し、やっぱ実績 A がいいんですよね。ワコス、まあちょっと行ってみるか。はい、行こう。よし、じゃあ進めますか。さあ坂目ビシビシ、久しぶりのレース。さあ来い。スタートしました。スタート OK。サニーダンサー突っ込んでくる。先頭はサニーダンサー。さあ伸びてますかね。坂目にしにし勢いよく追い上げる。200メートルを通過した。坂目にしにし先頭が変わった。坂目にしにし。立てよ、粘れ。もう一度び。ビシビシ粘れ。粘った。OK。坂目にしにし。勝ちました。なかなかやれる子かこれ。坂目とステイゴールド。しかもこれ牝馬なのでまあ楽しみですね。世代交代をねうまくやらないと暗黒時代突入しますからね。ねここは次宝塚か。まあ芝でいいですね。芝でいや合わせいっぱいいっとこう。一回ちょっとがっつりね。よし、オッケーかな。この辺ね、残してるのも、なんとも言えないですよ、これ。ただ、ここに当たりがいるはず。これが、キング使うと、ステイゴールド。まあ、まあやね。で、坂目とステイゴールド。まあ、ビシビシプラス回復早い。まあ、使いやすいですけどね。まあ、これをクラブ上げるって感じですかね。よし。じゃあ行こう。ローザースピード。ここね、ちょっとあんまできないですよね。はい、これくらいで。飛ばします。サイクロンが戻ってきた。ローザスピード、ここも軽くっすね。まあ本当はがっつりやりたいですけどね。ちょっと宝塚厳しい。おビシビシいく。1600の芝、まあ騎手はね変えずにいきたいなと思います。ローザスピード、ここも強めで。はい、こんな感じで。ちょっともう一回いきます。これで。さあビシビシ、いやオープンだとやっぱきついか。スタートしました。ここで先頭が変わった。ふらついてましたね。マイネルハニー外から追い上げる。先頭はムーンクレスト。まあなんかこのクラスでも戦えるぞってとこ見せてくれたらねいいんですが、もう沈んでますね。マイネルハニーこのまま押し切れるか。マイネルハニー2頭が並んでゴール。アルバートのわずかに前か。判定をお待ちください。これはきついね。はい、 OK。はい、シャドーロールつけとこ。でローザスピードいきましょう。あサイクロンもいく。サイクロンス1400のダートか。 OK。 でローザスピード、ここはねいやーもう一回絞りたいんですけどね。
まあこれぐらいにしておきます。まあもうちょっとね状態上げたかったんですが、はい、これで、まあ、宝塚出て放牧出してって感じですね。まあ、サイクロンはまあぼちぼちやね。ここからが勝負どころ。ナノンロイヤルわずかに先頭か、迫る。いけるか。ナノンロイヤルわずかに先頭か。二勝クラス。勢いよく追い上げる。残り200を切りました。伸びてきて、きっちりね。いいじゃん。サイクロン。かわした。キングサイクロン、キングサイクロン差し切ってゴール。名前もいいじゃないですか、サイクロン。坂目とヘニーヒューズか。ただでかいとこ取れるかって言われるとね、うわちょっと印が厳しくなってきてますね。サートルナリアがまあゴリゴリか。ただ印じゃない、まあそのところ見せたいね。はい、行きましょう。じゃあレース、さあ宝塚記念行こう。春の G1 シーズンはこのレースで締めくくり、人気と実力を兼ね備えた名馬たちの激戦、まもなくスタートとなります。スタートしました。さあスタート OK、 もう飛ばします。サクッとビートブラック突っ込んでくる。位置はいいか。先頭はビートブラック、ラキシス外から差を詰める。先頭はビートブラック、坂を伸ばせ。グッと来い。坂では止まらない。サープルナーリア伸び足がいい。サープルナーリア、このまま。いやでもやっぱちょっと苦しいね。先頭でゴリ、よくなかったですね。短いところで使いましょう。はい、ちょっとこれはねもう休み出したいですね。厳しいです。ここからちょっとサクサク進めていこう。キング使う、そして坂目、坂目か。まあこれ使いやすいので、まあそのまま、お任せで適当にやって、はい、いきます。そして使うか、使う。まあこれもね、まあ一応ね、まあパッションでいいです。まあちょっと様子見るって感じですかね、この辺は。で7月、はい、じゃあどんどん行きましょう。ビシ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 、この辺勝てればね、まあ楽しくなってくるんですが、ビシビシ苦しいね。ここで先頭が変わった。先頭はシャンデリアムー。もうこういう時レーススキップしたいですよね。わずかに先頭はシャンデリアムー。もうここから来ることないですからね。勢いよく追い上げる。踏みのイマージ、ここでもまだ後方。ここで先頭が入れ替わる。ローブデコルテ先頭、ローブデコルテ。いやビシビシ厳しい。調教じゃどうにもならない。サイクロン、まあ勝てるかもしれない。ここで先頭が変わった。ジャカンドジョー、わずかに先頭か。さあ前壁、イルノサルバドール、もう腰開けろよ壁。残り200を切りました。イルノサルバドール頑張っている。イルノサルバドール、さらに差を広めにかかる。いやー来ないですね。鈴カルパン、鈴カルパン、まとめてかわした。この辺なんとも言えないですね。いやーこれなんとも言えないですよね。まあコメントもね、そんな、まあいいわけじゃないので。サイクロン、ビシビシ。
まあ、まだこれからなんですが、まあどんどん行こう。さあ8月、キングスタミナか。でサイクロンがダート1200いく。了解。でローザスピード戻ってきました。でこのスタミナはこれクラブで、はい、これでいいです。さあローザスピードを鍛えていきましょう。まあここから短いところですね、走っていきたい。ちょっと怖いけどがっつり行こう。もうスピードを磨く。さあキングサイクロン、ここで先頭が変わった。わずかに先頭はグレース Z、 10M 中杯差を詰める。わずかに先頭はグレース Z、 まだ分かんないですよ。あと 200M 中杯、まだ諦めんな。先頭が変わった。諦めんじゃねえサイクロン。引退しよう。ストロベリームーン差し切って、もう引退しましょう。もうビシビシ攻めるね。そこは無理じゃない。ちょっとここ機種を確認して、もうサイクロンはねちょっと引退しちゃいます。これまだね分かんないですが、いいです。やっぱスピードかバネコメかやっぱ欲しいですね。でローザは今が8月か、まあ、とりあえずスプリンターステークス目指している感じですかね。ちょっとポリトレでいこうかな。ちょっと怖いですね。はい、まあこんな感じで、まあちょっと坂もやっとこうか。よし、これで。厳しいですよね。厳しいんですよ。スタートしました。レッツゴー霧島、勢いよく追い上げる。先頭さあ、いい位置いる。霧島踏ん張れるか。外から差を詰める。先頭はレッツゴー霧島。沈みそうやね。苦しい展開になった。トロマゼとは一気に。あれですね。もういろいろ足りないですね、これ。トロマゼとは健闘。トロマゼとは差し切って合輪。引退しましょう。もうビシビシも。はい、行こう。それで。パッションか。パッションがデビュー。で、サーフもデビュー。まあ、こっちともうぶつけていきましょうよ。サーフが、坂目とステイゴールド。ビシビシ引退します。で、繁殖なんですが、しないっす。はい。もうこれ引退で。最初のね、まあ、3年目とかだったらまだ全然使うんですけどね。もうここまで来るとちょっとつかないですね。もうスパスパちょっと引退してきますよ。あー、サーフか。うん、まあこれ牝馬なんで、まあ、ちょっとね様子見たいですね。さあ、ローザスピードいきましょう。ここは芝強めで、まあこれくらいでいいかな。はい。さあ印大事。あー、サーフがいいね。
まあ、どっちもちょっと先行にしようかな。はい、これでレーススタートしました。ポーダッシュは4番キングサーフ。コスモイグナーツ勢いよく追い上げる。先頭はコスモイグナーツ。コスモイグナーツ粘る。どうだ、伸びてくるか。コスモイグナーツ残り200を切りました。コスモイグナーツ頑張っている。キャンディバローズここから追い上げる。コスモイグナーツ先頭。コスモイグナーツ逃げ切ってゴール。もう引退したくなるやろこれね。20丸5個とかだったらね、まあなんかさ、あのほとんど位置大事じゃないですか今回ダービスタね。まあこのパターンはしゃあねえなみたいななるんですけどね。ここはまあ芝ちょっと行こうか。攻めるの怖いですけどね。はい、まあこんな感じで進めていこう。まあとりあえず5000くらい様子見てですかね。強めで。さあパッションが芝の1400。タケでいきましょう。サーフも芝の1400か。いや、いいじゃん。ぶつけましょうよ、これ。これぶつけていこう。エダテルさんにしよう。ローザは、まあ、これくらいで。さあ、9月に入りました。ビシビシ OK。お、来た！やっぱ当たり来たか、これ。来ましたよ。坂目最速。来た来た。これ楽しみじゃないですか。坂目最速の子っていうのがね、いいっすよね。よし。なんとかちょっと G1 まで持ってきたいですね、これね。持ってってシボバー、ここにね、置きたい。坂目最速もまあ楽しかったですね、これもね。なかなかいい感じですかね。クラブちょっと確認しようか。あ、よくはないですね。あ、よくはない。オープンなってるだけっていう感じで。あ、これまあまあっすか。あ、ローザの子か。上がってきてるって感じだね。最初は？よし、じゃあ進めます。いや、楽しみな一頭がね、来ましたね。まあやっぱちょっと逃げやな。逃げ指示でいこう。スタートしました。どうだ？キングサーフ粘っている。先頭はキングサーフ。キングサーフ良さそう。粘っている。先頭は伸びてます。キングサーフ粘っている。残り200を切りました。逃げる逃げるキングサーフ。いや、もう一伸び欲しい。追い上げてきた。2番手ベストタッチダウン、差を詰める。ベストタッチダウン差し切ってゴール。ちょっときついねこれね。まあサーフのが今のところはいいって感じですかね。今回スプリンターズステークスまでちょっとやりたいですね。行こう、進めよう。サクサク進めていこう。ここはちょっと いっぱいにしてプラス坂で強め。まあ、こんな感じで調整しつつ、はい、スプリンターステークス行きましょう。で、パッション。芝の1200。お、いいじゃん。ぶつける感じだね。
まあ、どっちか買ってくれればね。でここはまあ芝強め。と馬なりで、はい、これで行きましょう。サーフファッション、サーフがいいね。スタートしました。好スタートはマックスアーム。ここで先頭が変わった。先頭はキングサーフ。よし、サーフ良さそう。止まるなよ。先頭はキングサーフ。キングサーフ粘っている。残り200を切りました。いやーよくねえな、もう一伸び欲しいっすよね。先頭が入れ替わる。グラスルーナ伸び足がいい。グラスルーナ、グラスルーナ差し切って合輪。ファッションは引退でもいいかもしれないですね。はい、まあ、サーフはもうちょっとね使いたい。あー、やっぱちょっとね印苦しいっすね。オッズ見ますか。あーやっぱ苦しいね。はい、行きましょう。レース、ここから先は瞬き厳禁。果たして最速の称号は誰の手に。電撃のロックハロンが今幕を開けます。さあ来い。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。いやーちょっとスタート厳しかったですね。1番ラインスピリット、2番手13番ネロ、11番ディアンドル。そこはまずいよ。12番食い下がるラインスピリット。さあ前壁。先頭はネロ、ネロ粘る。先頭はネロ、ラインスピリット。フラフラしてますね。ここからどんだけフラフラしたんこれ。先頭が変わった。スリープレスナイト伸び足がいい。2番手カレンちゃん差を詰める。カレンちゃん差し切って。あでもこれね、あの結構衰え来てますね。引退します。はい、引退で。はい、ローザスピードは引退します。まあちょっとこれはね、ここに期待ですね。うん、楽しみやね。そしてパッション、これはもう引退です。はい、引退。まあとりあえずサーフを使うっていう感じでいこうかなと思います。10月、マジか。で次回なんですが、まあちょっとね面白いレースとかないので、まあサーフわかんないですけどね。急成長、まあ一応人気は取れてるんですけどね。なんでまた、ちょっと進めたいなと思います。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。